おお、来た。ハンバーグをちょっともらえます。もうめっちゃ柔らかい。ココアとかモカまでありますね。バンタン線の徒歩リインターの出口の付近ですね。今はその付近です。コスモスを過ぎて、あ、通り小学校を過ぎて、あ、もうすぐやね。これこれこれ、あ、ハンバーグの店、いろいろコープだ。ログログが着きました。ログログ、これだ。ずっと前から知ってるけど行ったことないお店、ログログさんにやってきました。はい、もう第二駐車場も第一駐車場も満員で、すごいいっぱいです。それでは早速行ってみたいと思います。おお、すごい。あ、入り口にもメニュー表があります。テーブルで、はい、空いてる席どうぞ。はい、これが、うん、めちゃくちゃ広い。思ってたより広い。うん、座敷もあってお子様連れにも嬉しいです。金魚ちゃんもですね。2階は喫煙席があるようです。日替わりグリルランチと、はい、はい、ライスかパンか入れてください。はい、どうぞ。パンでスープかお味噌汁か入れてください。スープで、はい。じゃあ私は日替わりステーキランチ。日替わりステーキランチ、ライスかパンか入れてください。あ、ほなご飯で、ライスで、スープかお味噌汁、味噌汁で、味噌汁以上で。はい、ドリンクバーついてますので、ご利用ください。ありがとうございます。なんとドリンクバーがついてこの値段のようです。ラッキー。勝手にお手元紹介のコーナー、はい、呼び出しボタンはここですね。カゴの中入ってるんですね。あと爪楊枝にお手拭きとは別にナフキンも置いてありますね。そしてこれは、あ、お塩かなが置いてあります。おしぼり、そしてお水で、お箸にフォークにスプーンが嬉しい。ロゴが可愛いですね。ドリンクバーは、あ、コーヒー、あったかいのとか冷たいのと、あ、ココアとかモカまでありますね。はい、ドリンクバーいろいろありますね。コーラ、アップル、メロン、カルピス、うん、抹茶オレを楽しむ家内です。ステーキ&ステーキ、そしてポテトにブロッコリーに大根、パンがライスからあるのでライスにしました。そしてお野菜ですね。で、お味噌汁に、お漬物。いただきます。はい、少しね、体脂肪が多いのでもちろん野菜から食べます。オーストラリア産のロース肉やね、これ。で、その他一品。これは豚肉かな。今日は、あ、豚のようです。これは、ご飯が合う。ブロッコリーの温野菜ですね。体に優しい。美味しい。うん。野菜も美味しい。大根。美味しい。ご飯が美味しい。ご飯。完食してしまいました。肉はね、まだあるんですけど、大盛り物なんで大盛りにしたらよかった。おかずとプラス100円だそうです。日替わりグリルランチ、ステーキにハンバーグにポテトに人参、ブロッコリーに大根、スープとパンを選んでいます。隣の人のメニューをちょっともらうのコーナー。ハンバーグ食べてね。ハンバーグをちょっともらえます。うお、めっちゃ柔らかい。柔らかいね。うお、すごい柔らかい。はい、いただきます。
めちゃくちゃ柔らかいやん。ハンバーグ。あとなんやろ。とろけるね。こんなとろけるハンバーグ食べたの初めてかもしれない。そうじゃん。めっちゃとろけ。おいしい。クロワッサンもなんともらえます。はい、はい、じゃあちょっと食べてみまーす。柔らかくて美味しい。ありがとうございました。自家製ハンバーグの店663に行ってきました。ガーリランチおすすめが2種類ありまして、ハンバーグステーキランチとステーキステーキランチかな。私が頼んだステーキステーキランチ、あれ1200円ですごい柔らかくて美味しかった。ご飯にも合いますし、あとパンも選べて味噌汁とスープが選べます。そしてなんとドリンクバーまでついて、あと少しもらったハンバーグめちゃくちゃ柔らかかったです。インスタグラムか YouTube で、おすすめしていただいて、すみませんちょっと名前を忘れしちゃったんですけど、おすすめしていただいて、お店美味しかったです。まあ穴場店とは言えるんですかね。美味しかった。